はい、こんにちは。投資家で学習しのタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、リップルをちょっと見ていこうと思うんですけど、リップルを見る前にね、最近ちょっとビットコインがね若干上げてきてます。ビットコインっていうのはね、皆さんご存知かと思うんですけど、そのビットコインがね、最近ねまたね、話題になってきてね、ETF が上場するんじゃないかっていうね、話がもう1年ぐらい前からずっと言われてるんだけど、またね最近再浮上を仕掛けてね、来ています。で、ビットコイン ETF をね、上場できない理由っていうのはあるんですよ。これアメリカ、日本も上場してないし、ヨーロッパも上場してないし、どこも上場してないんだけど、アメリカからしたらね、ドルがね一番強いわけで、ドルにね置き換わるビットコインはね、これ敵であるわけなんですよ。ヨーロッパもそうなんだけど、全部が全部じゃないけどね、いわゆるねドル以外、ユーロ以外ね、自国通貨以外というのはこれ敵なわけでね。しかもね、それが上場するとなるとね、相当な根拠があって、それが価格が不正にね扱われないとかね、相当ね、審査がね厳しくなって、それが通って、その通貨というかね、その商品として上場するわけですね。その通貨だったら上場できないじゃんっていうところはあるんだけど、商品というかね、ビットコインというその、会社、会社の社債ではないけど、債権というかね、みたいな意味で、それを扱って取引できるっていう意味で、ETF っていうのはね、その会社の株みたいなもんね、株みたいなもので、それ使って取引できるっていうのはすごく意義のあることだと思うんだけど、ただ、やっぱりそのドル、アメリカはドルが中心で、ドルが一番強い。次にね、株があると。ちゃんとね、取引するのには、ちゃんとした根拠があって、その不正はしない、ね、不正ができない仕組みになってるっていうことが前提になるから、そこをね、やっぱりちゃんとね、説明っていうかね、信用できるもんじゃないと、これ上場できないわけなんですよ。100%。だから、結構難しいと思いますよ。で、一部のね、方たちはね、ビットコイン ETF 上場だってもね、爆上げだとか言ってね、ずっと1年、この1年ぐらい言ってるんですけど、爆上げしてません。むしろビットコイン下がってます。で、そう簡単にね、ETF で上場できないですよ。審査厳しいですからね、はっきり言って。なので、みんなね、知らない人がね、甘いこと言ってるだけでね、相当きついですね。で、今日はね、ちょっとリップルを見ていきます。リップルね、ここのね、狭いところでね、ここね、この狭いところで、リップルずっとね、同じなんですよ、2月から。だから、これ、リップルトレードしてる人はね、相当退屈というかね、なんもできないじゃんって、思っちゃうぐらいのね、相当ボラティリティの低い相場だと思います。36円瞬間的に超えたのかな。でも、ほとんど35円から32円ぐらい。数円の範囲内ね、2、3円の範囲内でね、超低いボラティリティで動いてるんで、これ何とも言えないですよね、本当に。なんで、なかなかボラティリティが低い状態になります。ちょっといらないの消しちゃおう。で、こういう感じですね。本当にこれ見てもらったら分かるんですけど、ここのボラティリティが本当に低い。こことかになるともっと低いですからね。だから、ボラティリティが低いんで、みんなね、こう退屈しちゃって、もう疲れたなーってね、買っても上がらないし、売っても下がらないし、ここで売る人は多分相当いないと思うんですけど、買っても上がらないし、もう退屈だよねってなってくるんですよ。なので、結構ね、低い位置にありますね。ボラティリティが低いってことね。で、次ね、売るとしたら、ここの、目印になる、この辺りだろうということで、みんな狙ってるんですよ、この辺り。
だけど、ボラティリティ低いから、ここまで上がんないんですよ。わかります？ここの期間、ずーっとね、ここまでずーっと上がってないんです。あ、ここまで上がってないんですよ。だから、結局、この水準にならないと、みんな打ってこないから、売らないし、買わないし、どっちもしないみたいなね、みんなそういうマインドになってるんですよ、これは。要するに。なんで、みんなね、いや、もう本当にこれ、売りも買いもしねえよってなっちゃって、まあ、そういうマインドになってます。まあ、僕はね、次買います時はね、この30円台なんですよね。まあ、31円とか30円、ここで買って、まあ、僕もね、この48円ぐらい、このあたりで売りたいと思ってるんだけど、なかなか上がらないんですよ、ここまで。っていうか、ほとんどこの50円水準まで上がってるのっていつかって言ったら、この去年の10月とかなんですよ、ここね。だから、もう去年の10月以来ずっと低いところにあるから、これみんなね、もうおそらく相当退屈して、いや、もうマジで、もうマジで、早くってみんな言ってるかと思うんですけど、まあ、そう言ってる方はね、いいねしてくれると思うんですけど、まあ、わからない人はね、まあ、低評価するんだろうなっていうふうに思います。まあ、これなかなかね、動かないんで、買っても売っても、まあ、微妙な相場なんですよ。なんで、まあ、こういうところでね、何もしない方がいいかなと思います。なんでかって言ったら、どっちかに動いちゃうからね。今までの動画でも言ってきたんだけど、こう三角持ち合いになってる時って、これね、こういう風になって、こうどんどん動きが小さくなってくるんですよ。こういう感じでね。で、最後どっちかにこれ抜けちゃうんですよ。わかります？だから、これ暴落したら大変だよねってことあるし、上がったらね、上がったり嬉しいし、この局面っていうのは、やっぱりなかなかね、トレードしにくいですよね、ここの局面っていうのは。トレードしにくいです。まあ、素人の人はね、手を出さない方がいいですね。確実に手を出さない方がいい。っていうふうに、まあ僕は思います。ということで、今日ちょっとね、最初にね、何だったっけ、ビットコイン ETF が上場しない理由についても言ったんだけど、まあね、ファンダメンタルズもね、ちょっと言ってみました。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。